効果の章、精神の説、結露の先へ。帝国暦1185年、アドラステア皇帝エーデルガルトの即位からおよそ5年の時が経過していたが、フォドラの大地は未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国では、新王ディミトリがガルグマクを追われた大司教レアとセイロス騎士団を王都に迎え、協力体制を整えつつ、王国西部で帝国軍と攻防を繰り広げている。レスター諸侯同盟領では、盟主クロードが同盟諸侯を意図的に反目させることで均衡を保たせ、中立を装いながら帝国の介入を防いでいる。そんな中、シュヴァルツァ・アドラー・ウェイヤを組織したエーデルガルトは、戦線の膠着を打開すべく新たな動きに出ようとしていた。いつまで眠っておるのじゃ。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って、泣いておる。そのすべてを飲み込めるのは、わし。いや、お主のみよ。いつまでも世話が焼ける。おい、あんた目が覚めたのか。大修道院の麓の村さ、あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いたよ。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、町を治めてるのは今や帝国軍なんだぞ。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の説、大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。うん、だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。って、おい、あんたどこに行く気だ。正気か。帝国軍がいいんだぞ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺は止めたからな。死んでも知らねえぞ。生徒だ。あそこには子供なんてほとんどいねえよ。バカか、あんた。おい、まったく本気かよ。今日でちょうど5年。何も起こらなければガルグマクの千年祭が盛大に祝われていたはずね。誰が、先生、本当に本物。
あれだけ探しても見つからなかったのに。先生、今まで何をしていたの？どこにいたの？こんな時に冗談なんて。先生が姿を消してから5年も経ったのよ。私はどれほど悔しかったと、どれほど心折れそうだったと思っているの。方々を探して見つからなくて、でもきっと生きていると信じて5年間ずっと戦ってきたわ。皆を率いてひたすらに戦ってきた。お帰りなさい。無事でよかった。5年前はまるで遠い過去のように感じられるわね。あなたは今も5年前と同じ気持ちでいる。私を助け、多くの人を敵に回してでも共に戦うことを選んでくれたあの時と、私は何一つ変わっていないわ。決意は少しも揺らいでいない。偽りの女神を倒し、多くの犠牲を踏み越え、本当の意味での人の世をつかみ取ってみせる。先生の覚悟を聞かせて。ありがとう。それで状況は分かっているわよね。またそんな冗談じゃないの？本気みたいね。いいわ、5年の間に何があったのか教えてあげる。というわけよ。戦線は膠着しているわ。教団に協力する王国は新王ディミトリのもとそれなりの結束を見せているし、同盟はクロードにうまく引っかき回されて内輪もめを装った中立を保っている。その状況を打開するため遊撃軍を修道院に入れて機会を伺っていたのだけれど、あなたが加わってくれれば一気に戦局を動かす算段がつく。敵対する王国軍や同盟諸侯、そしてセイロス教団を打ち破る時が来たのよ。レアやセテス、それに騎士団の面々は健在よ。今は王都に本拠を置いているわ。まだ白き者やその眷属が戦線に出てくることはないけれど、いつかは倒さねばならない相手。あなたがいてくれれば心強い。よかった。それじゃあ皆のところへ案内するわ。シュバルツ・アドラー・ベーアはあなたの帰還を信じて待っていたのだから。これは懐かしい顔ですな、先生ではありませんか。ご無事で何より。先生メルディス、わかりますか、生きてたんですね。今俺たちは翼を得た。こんな嬉しいことがあんのかよ。夢か。夢違います、先生最高です。挨拶覚えました。お帰りなさいませ。あなたのいない遊撃軍はどうにもパッとしない気がしてね。嬉しいよ。5年ぶりね。あなたにまた会えて生きる希望が湧いてきたわ。やった、これは楽をでき。先生が無事でよかった、感動してます。久々の再会はどうかしら。先生、皆も嬉しそうね。なんだよエーデルガルト、お前が一番嬉しいんだろ。先生の行方が分からなくなってめちゃくちゃ荒れてたもんな。もちろん我々も尽力してきたがね、先生がいればと思わない日はなかったよ。エーデルちゃんは皇帝で先頭に立って私たちを導いてくれる存在だったけど、その背を押してくれる支えとなってたのは先生だったっていなくなって気づいた。私たち悔しいですけれど力足りません。エーデルガルド様の本気答えられる、それ先生だけですから。まあ僕はいるだけで笑顔が増える先生の存在は
ただすごいと思いますけどね。貴殿が姿を消して5年、誰一人欠けることはありませんでしたな。あなたを慕い、あなたの指揮で戦うことを望んだ仲間よ、私を含めてね。シュバルツ・アドラーベイヤの再始動といきましょう。標的はすでに定まっています。ええ、王国と教団、この2つとの全面対決に踏み切る前に同盟領を落とすわ。と言っても全ての同盟諸侯を蹂躙するわけではない。反帝国の旗印であるリーガン家、その領とデアドラが当面の目標よ。まずは同盟領と帝国領とを分かつアミッド大河を越えなければなりません。そのためにも大河に架かる橋の一つ、ミルディン大橋を落とすというわけです。ミルディンは修道院と帝都を東回りにつなぐ最短の進路上にありますからな。橋には同盟軍の砦が築かれている。それを奪って北上のための橋頭保とするわ。同時に橋を防衛しているダフネル家のジュディットを撃つ。そのままダフネル領を抑えることができればかなりの優位に立てるの。みんな気合を入れて。次の戦いは大きな意味を持つ。この戦乱の世に幕を下ろす第一歩、終わりの始まりよ。私の父さん、もともとはファーガスの王家に仕える騎士だったんです。一時は修道院にいたけれど、今は王国に戻って騎士として働いてるみたいで。つまりこの軍で戦うっていうのは父さんとも戦うことになるってことで。はい、すごく怖い。でも私だって腹をくくったんです。それはまあできることなら父さんとは戦いたくないですけど、私はこの道を選んだんです。今になって後悔なんてしませんから。私がここにいるのは父の意向です。同盟と帝国どちらが勝ってもいいようにですが、もし父に戻るよう言われても私はここに留まるつもりです。エーデルガルトさんが考えている新しい世界を私も見てみたいから。そうですね。機嫌なんです。もちろん先生が生きてたからですよ。昨日の友が今日には死んでしまう、そんな時代にあって5年ぶりに再会できたなんて本当に素敵です。あなたみたいな人が歴史に名を残す存在になるのかもしれませんね。そうですね。
私はいるし、戦いはいつも気が重くなるわね。それにセイロス騎士団の方々と本格的に命のやり取りをすることを考えると、ううん、めげちゃダメよね。一緒に頑張りましょう、先生。私は数年前からここで働いているんです。他にもたくさんの人が働いてますよ。今は修道士さんも生徒さんもいないので、その分私らが補わないとね。お願いね。実はお願いがあるの。ねえ。ああ、ミルディン大橋の北側は同盟の少領主アケロンの領地ですが、アケロンは風緑の異名を持つ軽薄な男だって話です。そんな男に命がけで橋を守るような気概はまずないでしょうね。先生が来てくれて安心しましたよ。このところ戦線がだいぶ膠着してたので。とはいえ同盟領の人たちと戦うのは気が重いですが。そうですよね。目標に向かって突き進むだけです。私も精一杯戦いますから、しっかり勝たせてくださいね、先生。はい。王国は殿下、いえ神王の指揮のもと一つにまとまりつつあります。盛況な王国軍と本拠を王国に移したセイロス騎士団とが手を結び、大規模な対帝国戦線を張っている。最大の敵と言っても過言ではありません。そうですね、気は進みませんが、もう後戻りはできませんから、今はまず同盟との戦いを考えましょう。王国や教団を相手取るのはその後です。ミルディン大橋を守るジュディット様は烈女と称えられるお方、一筋縄で行く相手ではありません。くれぐれも気を緩めぬよう。お願いしたいことがあるんですが。貴族の多くが失脚したことで商家への締め付けは緩くなりました。おかげで稼ぎやすくなるはずでしたが、世の中そう甘くはありません。戦争のせいで物の値段も不安定になり、町や村の人々も苦労していますよ。あれから5年、多くのことが起こり過ぎ去っていった。エーデルガルトとは父の剣でわだかまりもあったが、だからといって貴族の責務を放棄するわけにはいかない。私はエーギル公として帝国軍の一翼を担っているのだ。貴族をなくすという彼女の考えもやがては変えてみせるさ。
同盟領内で西側を領地とする主な貴族はダフネル家とグロスタール家だな。グロスタール家はもともと新帝国派だから帝国軍に逆らうことはないだろう。とすればあとはダフネル家さえ潰せば同盟領西側の安全を確保できそうだよな。え？はい。先生、再開してすぐに戦力に組み込んでしまって申し訳ないわ。でも時期を見計らったかのように現れるんだもの。本当に頭が下がる思いよ。ありがとう先生。ええ、5年前と変わらぬ活躍を信じているわ。出撃の準備をお願いね。もう少し詳細な現状をお伝えしましょう。王国の西部は帝国の支配下となっていますが、中部と東部の抵抗はかなりのものです。帝国国境に近い城塞都市アリアンロッド、そして王都フェルディア、この2つを同時に落とさぬ限り王国を手中に収めることはできません。同盟はグロスタール家とコーデリア家が新帝国の姿勢を示しつつも、リーガン家、ゴネリル家などの干渉を受けて帝国に協力させるには至っていません。外交を駆使して同盟全体を維持したいクロードの思惑が透けて見えますが、今まで帝国軍は教団勢力の掃討を主眼に置いていたため触れてきませんでした。今節初めてそこ同盟領に刃を差し込もうというのですよ。貴殿に頼みがあります。助かりましたよ先生。やあ先生、僕はあなたが生きててとても嬉しいですよ。どのくらい嬉しいかというと、実は昨日も今日も朝寝も昼寝もしてないくらいです。え、朝起きたらまず寝ますよね。それを朝寝って言いません？君、おお、ついに君も来たのかね。見ての通り我が輩は帝国軍に属している。今までの帝国ならともかく彼女になら協力していいと思ったのでね。くしくも5年前の教師3人が顔を揃えることになったな。しかし驚いたよ、君は5年も眠っていたのだろう。それも君が宿す紋章の影響かもしれんな。これからじっくりと調べねばなるまい。協力してくれるのだな。無論悪いようにはせんから安心したまえ。無事でよかったよ。師匠との約束を守れなかったことをずっと悔やんできたんだ。師匠に万一のことがあれば私が先生を支えてくれって師匠に言われてたんだよ。とにかくこれからあんたを支えることで師匠との約束を果たさせてもらうからね。
歴史というものは、時の権力者によって都合の良いように改ざんされるのが常だ。この書庫に残る史書もしかり、何者かの手により上書きされている可能性は否めん。しかし、全ての真実を覆い隠すことなど誰にもできはしないと私は信じる。故に、私は行間に潜む真実を見逃さぬよう、同じ文献を何度でも読むことにしている。今日がインチキだと聞いたときは目ん玉飛び出るくらい驚いたもんだが、要は今の教団が嘘つきだったってだけで女神様は本当にいらっしゃるんだろ。俺は勝手にそう解釈してるよ。祈る対象がねえんじゃ落ち着かねえからな。私先生、5年前の戦いの後、帝国軍はガルグマクを占拠したわ。大聖堂をはじめいくつかの建物は壊れてしまったけれど、多少の整備をして私たちが拠点として使っているのよ。私？教団は本拠を王国に移したのだけど、王国に行く理由もないでしょ。帝都に戻ったら陛下に誘われてね。先生。先生が戻ってきてくれてよかったです。みんなにも笑顔が戻ったというか、先生がいるというだけでこんなにも違うものなんですね。なんだか僕も頑張れるような気がしてきました。先生、5年も何してたんだ。体なまってんじゃねえのか。おでの体は仕上がってんぞ。5年間筋肉をいじめ抜いてきたからな。
だろう？先生もしっかり鍛えろよな。なんだその顔は。私がいるのが意外か。私は傭兵みたいなものだ。セイロス騎士団にいた頃からな。もともとフォドラには思い入れが少ないんだ。そろそろ去ろうかと思っていたが、あんたがいるなら少し話が変わるな。ええ、先生出陣するんですよね。しかも結構遠出。でも大丈夫です。最近バッチリ引きこもってましたから。私行けます。もうアナグマのベルなんて呼ばせません。はい。あ、でも最前線は嫌です。後ろの方でお願いします。ランドルフ・フォン・ベルグリーズ、ここの首相を務めている。いや、お前どこかで会ったような。あ、あなたは陛下の先生。生きていたのですね。これは失礼を。ああ、こちらは妹のフレーチェです。新参ですが、俺の補佐を任せています。はじめまして、フレーチェ・フォン・ベルグリーズです。未熟者ですが精一杯務めますので、兄のことは私に任せてください。今節同盟領へ進軍するとか。俺はあなたたちの留守を預かります。あの、王国軍とは西部戦線で戦闘がありましたが、同盟軍とまともに戦うのは初めてです。名手が切れ者だって話は聞きますが、強いんでしょうか同盟軍は。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。え、教団に兄弟がいないか。よくご存知ですね。双子の兄が騎士団で働いていたはずです。かなり下っ端だと思いますが、自分に似ずとても信心深い兄でして、ずっと前に帝国を飛び出していきましたよ。もうあっちもこっちも物騒で、行商仲間も困ってるみたい。早くみんなが笑顔で商売できる時代になるといいんだけどね。ねえ、お願いを聞いてくれない？ありがとう、拾ってくれてたのね。正直もう戻ってこないと思ってたわ。なあ、聞きたまえ。あの、いいかな。教団を敵に回したことで市民の間では小さからぬ混乱が生じていましたが、この5年でだいぶ落ち着いてきました。陛下の啓蒙活動が実りつつあるのでしょう。信じ続けた我が執念、振り払う疑念、貴殿を探して5年、ついに貴殿に会えた。
下流の村をずっと張っていた甲斐があったな。私は貴殿を探すために騎士団を抜けた。今や使えるもののない身、団長に代わって貴殿を守る、その約束を果たす時が来たのだ。同盟領に攻め入ってもグロスタール家は不戦を貫くはずだ。エーデルガルトもそれは承知している。父と戦うようなことにはならないだろう。ミルディン大橋はダフネル家のジュリットが守っているそうだな。同盟領内で彼女の武勇を知らぬ者はない。彼女は侮らん方がいいぞ。先生。よ先生、ほんと久しぶりですね。この5年、何度心が折れそうになったが、家族も友達も敵に回してさ、それでもあんたが帰ってくるかもってそう思って必死で頑張ってきたわけです。だからさ、こうしてあんたとまた会えて今本当に嬉しいんですよ。俺よし、気合バッチリだ。いつでも行けるぜ。俺は任せとけ。俺が敵全軍のうち1割くらいを受け持ってやる。なんだよ先生、俺だって少しくらい大人になるんだぜ。また先生に会えるんじゃないかと思ってここへ来てみて大正解でしたよ。先生を信じてついていくって決めたのに先生いなくなっちゃうから。でもこれで僕も迷わず進めます。頑張りましょうね先生。帝国掌握です。王国と同盟へ圧力強めるしています。当初宗教敵対する難しい私考えていました。しかし腐敗する貴族多いです。それ反発した民衆味方しました。戦いの趨勢先生と私たち握る間違いないありませんです。この5年皇帝の下で戦ってきた。少なくない数の敵を斬ってきた。今の俺はかつてのあのイノシシと同じ顔をしているのだろうよ。血と暴力を好む残虐な獣の顔だ。もう奴を笑えんな。お前もエーデルガルトも俺を失望させるなよ。絶対にだ。切り捨ててきた命に見合うだけの未来を見せてもらわないことには気が済まん。ブリギットの誇り見せました。戦い全て大義のためです。
ットの誇り見せました。生きていたか。それは行幸だ。死者とし合うことはできん。だが生きているならば霧を思われ。私のものだ。感謝しよう。先生、お疲れさんです。ここは本日も異常ありですよ。いやー、ハンター生きてたんですね。5年ぶりですか。懐かしいな。俺ですか。ずっとここにいましたよ。他に行くあてもないんでね。帝国軍もそんなに干渉はしてこないんで、昔とそんなに変わらず暮らせてますよ。
あの戦い以来この町を出ちまった奴らも多い。なんだかんだここの治安が保たれてたのは教団のおかげってのがあったからな。だが今のところはユーリスのおかげで無法地帯には戻らずに済んでるよ。あなた聞きまして、ついに同盟に向けて全面攻勢に出ますのよ。きっとあなたが見つかったからですわね。陛下はずっと探しておられましたし。ええ、あれほど必死になる方だったなんて思いもしませんでしたわ。いずれにせよ膠着気味だった情勢は一気に動くことになりそうですわ、あなたの出現によってね。おいお前、俺たちを5年間もほっとくとはどういう了見だ。そんな顔すんなって。冗談に決まってんだろ。お前が生きてて嬉しいよ。よくぞ生きて戻ってきた。最高の日だな。さあさっさと上で宴を開こうぜ。もう教師も生徒もねえし、ド派手にやろうじゃねえか。きっとあの皇帝も参加してくれるさ。私は教団の修道士でしたが、罪を犯して地上にはいられなくなってしまいました。教団の金を自分のために使ったんです。でも私腹を肥やしたわけじゃないですよ。私の生まれ故郷が略奪にあって、どうしても救いたかったんです。先生、あんたそんな顔だったっけ。いや5年も経つとどうしてもな。悪い悪い、忘れてたってわけじゃねえんだ。この5年は死ぬほど忙しかったからさ。とにかくあんたが戻ってきてくれたんだ。ここに留まったのは間違いじゃなかったな。アビス残ってるでしょ。ヒューが維持してくれたんだって。敵の密偵の洗い出しに使えるとか、汚い戦力がどうとか言ってたけど、ハピーその辺は聞かないことにしたし。柄じゃなくない？油断すると嬉しくてニヤニヤしちゃうから我慢してるし。ちょっとお願いがあるんだけど。あら、いらっしゃい。また来てくれる？先生、やるじゃん。助かったよ。
かったわ。ファーガス神聖王国は新王ディミトリがセイロス教団への協力を表明、帝国との全面対決に向けて軍の再編を進めている。レスター諸侯同盟領では盟主クロードが反帝国派と新帝国派の小競り合いを演じながら表面上は中立を維持していた。一方、エーデルガルト率いるシュヴァルツァ・アドラー・ウェイヤは王国と教団との全面対決に先駆け同盟領の制圧を決断。リーガン家の領とデアドラ攻略を見据え、その共闘補とすべくミルディン大橋へと軍を進めようとしていた。まもなくミルディン大橋への攻撃を開始しますが、その前に良いですかな。このような話、貴殿以外には聞かせられませんのでな。話とは、エーデルガルト様の叔父にして帝国の摂政アランデル公のことです。あの者は今はエーデルガルト様の協力者ということになっていますが、実は独自の戦力を持って動いています。我々とは別の企みがあるようなのです。先生も覚えておいででしょう。5年前に策動していた者たちのこと、ソロンやクロニエ、彼らこそがアランデル公の手先だったのですよ。先生、彼らが貴殿の父の仇だったというのは重々承知しています。その仲間と手を組むとなれば苦渋どころではない思いがあるでしょう。しかし彼らは戦力として現状不可欠。エーデルガルト様も強く反対しましたが、サイロス教団という恐ろしい者たちを相手取るに帝国軍だけではこうせません。アランデル公の率いる者たちは教団に強い敵意を持っています。敵の敵は味方ということですね。フォドラが統一されるその時まではですが、その先は今は口にしません。ただ私もエーデルガルト様も貴殿の力になりたいとそう思っています。彼らはエーデルガルト様にとっても家族の仇のようなもの。前皇帝である父は彼らに操り人形にされ、多くの兄弟姉妹が実験の末殺された。我が主の身の上は貴殿も聞いたでしょう。その上での苦渋の決断なのです。できうる限りの手は私も打ちます。貴殿にも協力を頼むことがあるでしょう。どうかこのことを心に留め置きながら、今はただエーデルガルト様のため戦っていただきたい、私の心よりの願いです。レスター諸侯同盟領の要地ミルディン大橋を攻略する。クロードは必ず援軍を送ってくるはずよ。それまでに決着をつけるわ。相手は列女の異名を取るジュディット教。油断せず確実にここで討ち取ります。でなければ勝利とは言えませんな。命が危なけりゃ逃げろなんてあの坊やには言われてるけどさ、そうはいかないね。援軍が来るまで持ちこたえてみせるよ。
っしゃー行くぜ。運も実力のうちだぜ。人儲けしましょう。戦場を広く見なくては。彼らの死を無駄にはしない。あと何度戦えばいいのかしら。手ばかり磨いて花は残ってるかしら。承知。先制奇襲有利思います。血塗られた道を私が切り開きましょう。戦場に立つ以上覚悟はできている。なければ生き続けられないもの。
死なずに済んだ。さあ次だ。名士寄りの援軍ですぞ。なんで僕ちゃんまであのインチキ名士の命令に従わなきゃならないんだか。敵の増援間に合わなかったわね。弓砲台を奪われないよう注意して。終わりなんてあるのかしら。邪魔する奴は残らず撃つ。これも波動を敷くため。この橋の向こうは僕ちゃんの領地だよ。勝手に渡られると迷惑なんだよね。これでどうよ。
この程度タンクやぶっ。みんな姿勢を上げなさい。これも未来のための一歩。結果が出なければ成長も無意味ですから。磨いて花は残ってるかしら。生きるためとはいえ力ばかり。憂鬱ね。
にてえやつからかかってきな。強くなる。強くなれたらな。これでいける。ここが限界か。悪いね、守りきれなかった。撤退だ。ついてくれるやつはついてきな。逃がさないで。ここで彼女を撃てば一気にダフネル領を抑えられる。そうして初めて同盟領内での安全な行軍が可能になるの。驚きました。
がとう。ダメだな。これでは焦ってしまう。私もここまでか。クロード、すまないね。同盟の将兵よ、ジュディット卿は撃った。これ以上の抵抗は意味をなさない。降伏すれば命は助けるわ。速やかに武器を捨てなさい。みな、素晴らしい戦いぶりだったわ。これで同盟領への足がかりができた。帝国軍はアミッドタイガーを越えて戦線を大きく押し上げられる。戦いは続くけれど、今はこの勝利をみんなで喜びましょう。これでエーデルガルトの口癖が一つ減ってしまうな。さすがだよ先生。あと一押し何かあれば一気に戦局を傾けられるのに、というやつさ。フェルディナント、そんなことは教えなくていいのよ。ガッハッハッハッ、俺たちだけじゃねえな。帝国軍みんなが勢いづくぜ。これで帝国の両輪が揃ったということ、あなた自身もそう思いますよね。それだと私だけでは帝国はやっていけないということになるわ。せめて天魔が角を得たと言ってくれる。ダフネル家の当主ジュディットさん、立派な人だった。昔のように先生と一緒なのは嬉しいけど、命のやり取りは何度やってもなれないわ。譲れないものあるときぶつかります。戦い必要なのです。戦い続けて5年経ちました。改めて私、先生の凄さ気づきます。私、戦いは嫌いですけど、先生がいたら少しだけ。いや、無理かも。でもみんな頑張ってますもんね。私だけ弱音なんて吐けません。みんな前向きで素晴らしいですな。先生との再会は彼らにとっていい発奮の材料となったようで。あなたにとってもでしょ。素直じゃないわね、ヒューベルト。この勢いに乗って兵を進めるわ。まだまだ先は長いのだから。